今日も一緒に頑張りましょう。ペットボトルかダンベルを用意しましょう。床に仰向けになり、足の裏、お尻、頭、肩をしっかり床につけて胸を張りましょう。手首は固定して、ダンベルと肘を外に開きながら、肘が地面につくギリギリまで曲げていきます。そこから胸の筋肉で押し戻す。常に背伸びをするイメージで骨盤をぐっと引き上げながら胸を張ります。胸がしっかり張れていないと肩のトレーニングになってしまうので注意しましょう。弧を描きながらダンベルを上げ下げしていきます。腕は左右にぶらさずに常に床と垂直であるようにしましょう。このトレーニングは胸にダイレクトに刺激が入るので胸全体のボリュームアップに効果的です。ダンベルの重さは1キロから始めて、上手に胸の筋肉が使えるようになったら2キロ、3キロと重量を増やしていきましょう。ダンベルを肩の真上で手のひらが向かい合うようにして握りましょう。肘は軽く曲げて固定します。手首と肘を固定したままダンベルをゆっくり開き、胸の高さまで下ろします。胸の力で最初の姿勢に戻ります。固定してあげてる腕はできるだけリラックスして、胸の筋肉に全神経集中。腕を開くときは胸の筋肉がぐーっと伸ばされるのを感じましょう。戻るときは筋肉の収縮をぐっと感じましょう。肘を軽く曲げているのは、重りの負荷がダイレクトに肘に入らないようにするためです。このトレーニングは胸の外側の輪郭をくっきりさせてくれますよ。次の種目はダンベルを片方だけ使います。ダンベルを横向きにして、胸より少し下の溝落ちあたりにセットします。そしておへその上あたりに向かってダンベルを上げていきます。バスケ部のチェストパスみたいなイメージです。胸の上部の筋肉を使って持ち上げて、最後はギュッと大胸筋を寄せる。そうすることで胸の上部から内側にしっかり刺激が入って、はっきり谷間ができますよ。次は仰向けに寝た状態でダンベルを上下させていきます。両手でダンベルを持ち、腕が床に対して垂直になるように肘を伸ばし、肩の真上にダンベルをセットします。肘を伸ばしたまま頭の上のできるだけ遠いところに置いてきて、胸の力で元の位置に戻ります。胸のトップから上部にボリュームを作ってくれるメニューです。腰が反らないように注意していきましょう。次はダンベルを2つ使います。親指と親指をくっつけるようにダンベルの内側と内側をくっつけます。くっつけたまま肘を横に開いてダンベルを下げていきます。下げるときは力を抜いてもらって OK です。上げるときが重要で、内肘と内肘を近づけるようにギュッと押し上げます。ダンベルは少し押し合うようなイメージで上げます。ちょうど胸の内側を鍛えるメニューです。
ンベルを肩の真上で手のひらが向かい合うようにして握りましょう。肘は軽く曲げ、胸の高さまで真横に下ろしたら、ダンベルで筋肉をすくい上げながら肩の上に戻ってきます。自分がなりたい胸の輪郭をイメージしながら一つ一つ丁寧にやっていきましょう。腕はできるだけリラックスさせて、胸の力だけでダンベルをコントロールするようにします。最後は締めのダンベルプレス、一番最初にやった種目です。いろんな角度から胸の上部、中部、下部に刺激を入れてきました。最後、胸の筋肉に全神経集中して追い込んでいきましょう。お疲れ様でした。明日も一緒に頑張りましょう。またねー。